19キロの変化球で空振りの三振を奪っています。先頭の秋山は空振りの三振、ワンアウトランナーはありません。空振り三振、最後は153キロのまっすぐ空振り三振。今回先頭のメヒア、151キロのまっすぐで空振りの三振を奪いました。まあね、ダメなボールはダメで、捨てていくとか、なるほど、そういう風な感じに見えるので、悪いバッターですね。そうですね。そして最後は変化球、山川穂高も空振り三振、ういうと言います。バッテンハーク空振り三振、148キロ、5者連続三振ということになりました。最後は変化球で三振、見逃し三振。浅村バント出ませんでした。バットは回っています。最後は変化球、空振り三振、今日10個目の三振、中村拓也から奪っています。ワンアウトランナーはありません。さあ早くも10個目という、見逃し三振。この回先頭の炭谷に対して変化球で見逃しの三振を奪いました。今日11個目の三振を奪っています。